はい、それでは今回のこの動画では、Canva のこのデザイン編集画面の機能の一つであるこの素材について、ご紹介していきたいと思います。で、こちらをクリックしますと、はい、こういった感じで無料写真、まあ、グリッド、フレーム、まあ、図形、ライン、イラスト、アイコン、グラフといった感じで、まあ、機能、素材が表示されます。まあ、カテゴリー別でですね。まあ、写真の場合はこちらですね。で、他は、まあ、グリッドというものがありまして、まあ、こういったレイアウトのことですね。を選択できます。まあ、写真の場合なんですけど、この説明が抜けてたんですが、無料のものを使用してください。あとはフレームといったものがあります。まあ、フレームもレイアウトに近いですね。こういったものがグリッドで、フレームの方が、まあ、こういったものですね。まあ、線が入ってたりとか、そういったものになります。あとは図形ですね。こちらから、まあ、丸とか四角とか、そういった図形を配置することができます。で、こう動かすことも、サイズを変更することもできます。で、次にライン。ラインも図形のように配置することができます。これで大きさも変更できます。あとはデザインの好みに合わせて選択をしてください。あとはイラストですね。で、あとはアイコン。といったものが、このテンプレートの他に素材が用意されているということを覚えておいてください。はい、それでは今回のこの動画は以上になります。